とはめられてめんどくさい。イコールめんどくさいんです本当に。これね、なんて言うんでしょう、キュウとかヒューゴーみたいな、そんな崩しもめちゃくちゃ強いわけじゃなくて、機動力もないキャラだったらタイムオーバー狙えるんですけど、オロの機動力だとタイムオーバーにするとまあ無理なんで。まあ、剣側がすごいゆっくり歩いて、むっちゃ頑張って波動歩きしまくって、円柱系をブロって、そこに押し置きしていくっていうのが、まあ、自分はメインに考えてますけど、結構でも、なんだろう、ちょっと対空がぬるいなとか思ったら、剣側飛びまくってもいいんですけどね、このカード、はっきり言って。剣の先端ジャンプ台系って結構、オロ側はめんどくさいと思うんで。ここなんとか行ってる間に、井上さんがめっちゃリードして、さあ、出た、上り中段。早すぎるんだあれ、人が見える速度ではない。ねえ、オロに1本目取られるとねしんどいんですよね。なんとしても剣は1本目取ってゲージをね回すパターンにしたいんですけど、こうなっちゃうとね2本目にゲージ使わざるを得ないからとか言ってたら、サードの闇やめろ。いやー、闇でした。もう何も喋ることないよね。これがサードの闇です。 This is サードストライク。